して中ボールゲームだ。伊藤しのりセットプレーから今シーズン初ゴール。大迫の巻き合います。失わない大迫、飛び出している斉藤美月、中2枚高いボールも入ってきます。クロスが来て武藤のヘッド。しました武藤よしのり。アディショナルタイム0対2。ちょっと前線に垣田が入って、まあ、知念もいて鈴木もいるんで高さの競り合い多いですからね、はい、高さ。さあパトリック、パトリックマイナス、山口大樽ラストパス後ろから折り返し武藤だ。崩しに崩したヴィッセル神戸、大迫が耐える。おー抜けてきた武藤が来た。キランパトリッキもいる。武藤はどこを使うか。武藤ここで折り返す、切り返して武藤が狙った。武藤よしのり今シーズン4ゴール目。後半は1番タイムで勝利を近づける大きな大きな追加点です。大迫から佐々木、そしてイルキです。仕掛けてえぐって折り返した。抜けてきて武藤だ。先制ゴールは武藤。永遠のキャプテンイニエスタと共に戦う J1 リーグ残り5試合。間を通して大迫スルーパス、武藤が来た。シュートだ。東京育ちの武藤今日2ゴール目。ただこれが神戸に渡る。佐々木、さあ佐々木横パス、武藤だ。チャンスなるか。武藤鮮やかすぎます。少ないチャンス、まさにものにする力。最後は武藤で2点目。その中瀬さん、これはつながります。大迫周りを見ながら、ここでイーノクロス、面白いところ。3点目武藤、神戸3点目。